iPhone の社外製ライトニングケーブルを Amazon で注文しました。11月7日に注文して、11月9日に発送のお知らせっていうメールが来たんですけど、で、その時予定日が11月27日になってました。そんで、今日届いたのはこれ。見て。びっくりしました。From Taiwan。Amazon で注文したんですけど、台湾から来るなんて思ってみませんでした。それでは開けてみます。これが iPhone5 の社外製のライトニングケーブルです。これちょっと使えるのかどうかやってみますね。使えんかったら大変です。970円したんですけど、泣き別れです。そして iPhone5 社外製のライトニングケーブル、いくよー。バチッ、ガチッ。はい、確かに見えるかな。充電できています。充電できています。よかった、970円ドブに捨てなくて。